はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さらにややこしくなるんですが、要するに我々は本当にちっぽけな存在だということで、まあお話をさせていただきたいなということになります。では、この宇宙全体がどういう風に出来上がっているかということになります。はい、宇宙というのは全部これによって出来上がっているんですね。まあ宇宙が今1個しかないと仮定したとしましょう。まあ宇宙が1個しかないと仮定した場合に、こういう風になっているんです。世の中には無数の銀河があるわけです。無数の銀河、いっぱい銀河、銀河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 ってなんです。はい、銀河がいっぱいあります。で、我々が住んでいるのは銀河系って場所に住んでます。銀河系っていう場所に住んでます。いいですか？まあ簡単に言うならば、要するに世の中にはいっぱいの国がありますと、いっぱいの国、世界にはいっぱいの国がありますと、そのうちの銀河系という国に住んでいますと、いいですか？銀河系という国に住んでいます。そのうちのさらに一部である太陽系、まあ東京都みたいなんですね。東京都に住んでいますと。まあこういうふうな感覚になっていくんですが、これが厄介なんです。無数にある銀河のうちの一つである銀河系に住んでいますっていうと、日本語がくちゃくちゃになるんですよね。わかります？だからイメージとすると、銀河っていうのは実はいっぱい銀河がある。ね、こうやって銀河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 っていうのがいっぱいあるんですけど、このうち我々が住んでいる名称は、これは銀河系という名前が付けられてますよということです。銀河系という船。で、さらにその中のごく一部のちっちゃいところに太陽系があって、そのさらに一部のちっちゃいところの地球に我々は住んでいるという形になるんです。いいですか？はい。銀河、銀河、銀河、銀河と銀河がいっぱいあって、その中の一個に銀河系という名前がついていて、さらにその一部の太陽系というところの地球に我々は住んでいるということです。わかりにくいですか？わかりにくい人はもう一回動画を見直してくださいって言ったいんですが、まあ、これ非常にややこしいです。いっぱい銀河があって、だから銀河と銀河系が違うよってことです。銀河は銀河、銀河系は銀河系というふうな形になるわけですね。よろしいでしょうか？というわけで、無数の銀河のうちの一つの中にある銀河系の中にあって、さらにその一部である太陽系に我々は住んでますよ、というふうな形になります。はい。まあ人間っては本当にちっぽけな存在だな、というふうな形になるわけなんですけれども、まあそれを見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか。というわけで本日で太陽系のお話というのが全て終、太陽系の一旦お話がね、終了していきたいと思います。またね、ちゃんと、予習復習や、実際に問題を解くという作業をきっちりとこなしていくようにしましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。